山田邦子です。いつもありがとうございます。邦子の邦チャンネル絶好調かなコメントありがとうございます。いろいろと読ませていただいてるんですけど、やっぱりあんまりこうかけ離れた話よりひょうきん族の話っていうのが人気がありますね。というよりたけしさんやっぱりすごいですね。たけしさん嫌いな人ってあんまり聞かないですよねで、今回はですね、俺たちひょうきん族ってみんな若かったしすんごいモテたんで、ちょっとその話をしようかなと思う。誰が一番モテたのかというところなんですけど、やっぱりもうダントツたけしさんすごいですよね。まあね、モテますかね。モテる人もいると思いますけど、それとかあいつはもうすごかった、クラスでもすごかったという友達がいたりねすることもあると思いますけど、まあクラスでとか社内でとかいう範囲と違いますよ。すさまじい。で、携帯電話とかなかったし、収録してるとカメラさんの向こう側にずらーっとその日の見学者が来てるんですね。とスタッフの親戚とかいう体の飲み屋さんのお姉ちゃんとかなんかそういうモデルさんとかそういうのが「スタジオ見学行っていいですか？今度遊びに行っていいですか？」みたいな「あいいよいいよ」みたいな、でずーっと来てるんで、大体こうその人の前のあたりに立つから、あこの人はさんまさんのなんだなとか、この人はしんすけさんのなんだなとかいうのが分かるんですけど、まずたけしさんのはすごかったですね。で私もいろんな仕事場に行きますと、女優さんとかモデルさんとか歌手の方とかに「たけしさんと会いたいんだけど、たけしさんとセッティングしてもらえないかしら」とか言って「分かりました」って「たけしさんどうします？」って、たけしさんすんごい恥ずかしがりなんで「いや俺いいよ俺」っつって「でもいやそんなこと言わないでお願いしますよ」って「じゃあお前も一緒に来い」みたいな感じで「何回か言ったことあるんですけど。あっという間に脱いじゃったりなんかするんで、もういや勝手にやってくださいって、軍団が一番ついてってた時期じゃないですかね。ダンカンちゃんとかですかね。でその頃ちょんまげっていう芸が流行ってて、で女優さんとかの頭の上にこの後ろに立ってここに、まあ、一物を乗せるんですね。ちょんまげっていう、であら何か乗ってるわあーみたいな、まあ、そういう、わかりましたすいません、もうどうしよう、これ何か喋ると全部下ネタですね。でそれを上にグーッと引っ張り上げるとフライドチキンっていうのあるんですけど、もういいですかこの話は、わかりました。でコースターですね、大体は。電話番号をね、コースターに書くんですよ。で、連絡してねって言って。だから、そうすると、みんな1週間分のコースター電話番号が、カバンの中に、ドローンって入ってて、まさことか、ひとみとか、なんかそういう。そうだったですね。でもまあみんなモテてましたよ。だから別にたけしさんが一人だけじゃなくって、ヒップアップなんてキャーって言われてましたからね。テニスウェアみたいに着て、それでワッパッパッパッとしたんですね。やっぱりね、アラモちゃんになる前はかっこよかったんですよ。でだんだんなんかネタに詰まってきて、とある日から「アドモーペイ!」って言って面白くなったんだけど、かっこよかった、キャーって言われてましたよ。あとサブシローもキャーって言われてました。キャーですよ。で赤信号さんだけがなんかこうちょっとイメージがそうキャーの方向じゃなかったんですけど、ラサール石井さんっていうのがすごくマメで、皆さんのこぼれたものを拾っていきましたね、よくね。だから変な話してますよね今ねすごく優しいから大丈夫？話聞こうか？とか言ってくれるのがラサール石井さんだったんですよね。で小宮君は全然真面目だし、
リーダーはあのその頃ね、お嬢さんが好きだった。なんかお嬢様風ピアノを習ってるとか、バイオリン弾いてるとか、あれかそっち系だから、あれですよ、あのみんなが知ってるところでは芝漬け食べたい山口めいちゃんね、山口めいちゃんと付き合ってましたね。でリーダーがもうあれ結婚になるのかなと思ったら、なんか急に別れちゃって、残念でしたけどね。みえちゃんももうね、残念ながら早くに他界されましたけれども、潔癖症でね、すごく姉ちゃんはね、手すりもこう掴まれない、全部脱脂綿とかでこう拭いてからいろんなものを触るというようなね、本当に綺麗な清潔感のある方だったんですけど、お父さんになんかリーダーが挨拶に行ったら嫌われたっつって、なんかそれで別れちゃったんだって言って、乗り越えらんないんだなんて言って、懐かしいこの話。そうだな、みんな独身だったのに、たけしさんはもう結婚してましたけどね。でしんすけさんも早かったかな。でもみんなだん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 と、そうやっぱりだけどさんまさんですかね、さんちゃんがかっこよかったからね、ひときわよくモテて、でそこからドラマに行くようになったんですよね。そしたら女優さんと知り合ったりして、大竹しのぶさんともう結婚するのかっていうあたりなんて大変でしたもんね。もうどうなるんだどうなるんだという感じでね。あの時大竹さんもご主人を亡くされて、その看病に、さんまさんも一緒に行ったりなんかしてね、励ましたりしてて、だんだんとね仲良くなったという話ですけど、不思議ですよね。今もう別れてるのに一緒にライブやったりとか、好敵士なんですかね。わかんないですけどね。なんかね、仲良かった、すごく。最初にひょうきん族始まった時に、いろんなコーナーがあってね、ベスト10とかそういうコーナーがあった中で、ひょうきんニュースを担当したんです。でさんまちゃんと私だったんですね。それでやっぱり年頃とかも、まあ、だいたい5歳違いぐらいですかね。それなんで、ある時とっても働いている頑張っているタレントさんをフジテレビがニューヨークに連れてってくれたんですね。すごいね。それで慣れてないから、ニューヨークなんつって、で海外線に乗るっていうのも、お前なダサいですけどね、慣れてないから。サムちゃんなんて乗ったらすぐに座席の上に立っちゃって、そこで着替えてズボン脱いで、どうしたのって言ったら、先輩にそういう風に教わってきたって言って、だから誰かに騙されたんだよね多分ね。ね、そんなみんなしてないよって言ったら、ほんまやなって。でもジャージのが楽だもんね。でそれでなんか長かったね、ニューヨーク中4時間ぐらい乗ったんじゃないかな。だからお食事が運ばれてくるたんびに、サムシングドリンクとかこう英語で来るじゃないですかね。そうするとなんか上がっちゃって、ビフォーアチキンでも上がっちゃって、タタタタタチチチチチキンとかなんかして、私がオレンジジュースを頼もうと思って、アイアムはオレンジジュースって言っちゃってたら、もうそれで周りの人がブワーって笑って、もうさんちゃんがしばらくそのことをネタで言ってましたね。お前は人間やって言って、アイアムはじゃねえだろうって言って、でも通じましたよ、笑われたけどね。でもそしたら長旅だったから、女優さんとかも結構乗ってて、喧嘩になっちゃって、萬田久子さんが泣かされたりとか、なんか桃井かおりさんが強かったりとか、なんかいろいろで、そのためにさんちゃんが言って、大丈夫でっかとか言ってなだめてた。さんちゃん優しいなと思って。でもほら、そういうジャンルの人と近かった。今はね、みんなそういう、みんな映画やったりとかドラマやったりもするけど、だからついセットにさせられて、さんちゃんと一緒にいることが多かったの、そのニューヨークの旅やね。でそしたら私なんかニューヨークで、今だったら何でも東京の方が買えるけど、ニューヨークじゃないと買えないような、体も大きいから、そうだ、下着を買おうと思ってデパートに行ったらついてきちゃってもう男性についてきてほしくないよね、下着のとことかね。したらあのまんま、おおセクシーですなとか言ってでも人気者だった、なんかみんなにうーとか言われて。あとティファニーに行って、ね、私はなんかこの旅行の思い出を作ろうと思って指輪をこう選んでたら、みんなこんな女好きなのとか言うから、もうティファニー好きだよって、どんなのっていうか、こうオープンハート、懐かしいね、今はもう
こういうのはしないですもんね。カルティエの三連とかね、そういうのを、さんまちゃんはね、その時同じものを3個買ってましたね。なんで同じのって言ったら、誰に何あげたか分かんなくなっちゃうからって。すげえ。だからその後なんか人の ここばっかり見てた。誰に言ったのかなと思った。誰もしてなかったから、だから知らない人に言ったんでしょうね。ねえ、すごいなと思った。懐かしいですね。さあ、青春の話でございました。ひょうきん族、誰が一番モテたかの、結論はたけしさんです。もう全然本当に別格で、ダンカンがここにちょんまげって一物を乗せたのは加賀まりこさんです。ギャーって言ってました。ということで、ツイッターの方でもじゃあチラリッとやりますんで、よろしくお願いいたします。またいいねしてくださいね。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあ今日はね、人気の、あれですね、ディズニーランドメンバー、ディズニーメンバーからグーフィー、大好きなグーフィーを、ハンバーガー食べたのに、あ、ちょっと間違えましたね。あ、じゃあクレヨンしんちゃんいきます。すいません。おら、しんのつけだぞ、おじり、おじり、玉ねぎ食べれる？ちょっといまいちだったな。失礼しました。それじゃあ、またお会いしましょう。あれ、グーフィーどうだったっけな。うん、うん、ニュー、お、ダメだ。